こんにちは、あきらテレビのあきらです。今日は前回の放送の続編、不公平な人事に悩む人へということでお送りしたいと思います。はい、会社とか組織の中でね、自分にとって不公平、理不尽な人事が行われて、自分が不当に低く評価され、他のね、あまり仕事のできない人、ね、頑張ってない人、あるいは後から入ってきた人っていうのが自分よりも高い位置に昇進したとかね、自分が左遷されたとか、明らかに不当な評価をされている、ね、不公平である、理不尽であるというふうに悩んでいらっしゃる方、はい、前回の放送ではそもそも会社とかね、組織っていうものは経営者の方、あるいはトップの方、あるいは人事に権力のある方にとって心地よい、ね、その人たちにとって心地よい、配置をすることっていうのが、その人たちにとって正しい、ね、これが普遍的に正しいって言ってるんじゃないですよ、もちろん実力は正当に評価され、それに伴った人事がされるべきではあるとは思うんですが、その組織を運営している人たち、ね、経営している人たちにとって心地よい人事っていうものが実際は行われ、それはその人にとって、経営者にとって正しいということをお話ししました。経営者にとってね、実力のある人を上にして売り上げを伸ばすっていうのはね、まあ、理想論ではありますけれども、実際は自分にとって心地いい人、自分にお便ちゃらをする人、ね、容量のいい人っていうものを、上に引き上げて、あんまりね、一緒にいて心地よくない、自分にとって耳の痛いことを言う人、あるいはね、自分の地位を脅かすような人っていうものを遠ざけたいっていうのは、普通の心理であるということなんですよね。はい、ですから理不尽な人事、不公平な人事ということで悩んでも仕方がないというお話をさせていただきました。はい、やっぱりね、組織の中で、出世していくにはですね、経営者の方とか、人事に権力のある方っていうのにおべんちゃらをする、ね、権力のある人っていうのをうまく見極めて、派閥をね、乗り換えたりしながらね、あ、もうこの人は、今までついてた人は、もうそんなにね、権力がないなと、ね、最大派閥にはならないなってなったらと思ったら、簡単にね、別のね、新たな、力のある人っていうところに乗り換えていくとかね、まあ、政界と同じようなことをですね、会社っていう組織でも、していった人が、うまく出世していくというのが現実なんですね。はい、謀略でね、ライバルを蹴落とすとかね、その人をはめるっていうことをするんですね。その自分のポジション、自分が望むポジションにいる人っていうのをはめてですね、蹴落として自分がそのポジションにつくとか、そういうね、策略を巡らす人っていうのが、実際には出世したりするんですよね。はい、世の中の多くの企業はそんなもんなんです。それが正しいって言ってるんではないですよ、そんなもんなんです、ね、真面目に、正直に、世のため、人のために、ね、頑張る会社っていうのがあるとしますね、まあ、いっぱいあります。そういう会社が報われて、そういう会社が、多くの民衆から支持されて儲けて、正当にね、評価されるっていうんであれば、そういう理念のね、理想の高いね、企業っていうものから順番に、儲かっている、ね、企業の大きさが決まるはずなんですけれども、現実はそうではないですよね。そういう企業っていうのはやっぱり、なかなか儲からずにですね、地道にね、地道な活動というものを続けて、頑張っている、なかなか大きくならない。実際にはいかにうまく儲けるか、消費者のためというよりですね、儲けりゃいいやっていうね、そういう観点から商品開発をして、まあ嘘ではないけれども、まあ、誇大な広告なんかをしてですね、一般
民衆のですね購買意欲をそそると、ね、そういうことをしている会社っていうのが実際には儲けて、大きくなっています。はい、もちろんそれが全てではないですよ。そういう傾向が強いっていうことです。まあ、例えばね、加工食品会社さんね、っていうのがですね、いろんな便利な電子レンジ食品とかレトルト食品とか、出してますけれども、健康にいいとかね、これは体にいい食べ物ですとか言いながら実際はたくさん添加物を使ってるとかね、レストランさんなんかでも、うちはね、すごい野菜をたくさん使って、健康にいいこだわりの料理を提供していますと言っていながら実際は化学調味料とか油とか、砂糖をたくさん使っている、ね、全然体に良くないじゃないかっていうようなね、材料を使っているっていうことが実際に多く行われてそういう企業の方が儲かっているという悲しい現実がありますね。はい、だから会社の中組織の中っていうのもそういうね世の中と同じようなね、縮図のようなものであるということですね。会社のために一生懸命頑張る人がですね処世術に長けた人よりも出世するかって言ったら実際にはそうではない。実際には処世術に長けた人の方が出世する可能性が高い、ね、残念ながらそんなもんなんです。そんなもんです。はい、それが正しいわけではないですよ。ですけどそういうもんなんです。だからどうしようかっていうねことなんですけれども、自分の会社がねそういう会社だっていうことが分かればね、自分の会社が実力とかね、一生懸命真面目に頑張るというところよりも実際には、こう上の人へのおべんちゃらがうまいとかね、うまく、派閥のね力を見極めて泳いでいくっていう人が出世していく、ね、謀略ネタの人を蹴落とした人が、出世する、ね、蹴落とされた人はもう左遷されたまま、もう浮かぶことがない、そんな会社だっていうことが分かればですね、その会社で出世したければ同じように、ね、すればいいわけです。まあ、そういうやり方で出世していけばいいんです。ライバルを蹴落とせばいい、ね、それをしないで自分はちゃんと評価されてない、不公正な不公平な人事だ、理不尽な人事だっていうふうに愚痴ばっかり言うっていうのはそれは残念ながら間違ってるんですね、その組織の中では。はい、じゃあそうやって、上の人へのおべんちゃらとかね、派閥を乗り換えたりね、処世術をうまくやって他の人を蹴落としてでも出世したいっていうことと、そんなことはしないでいつも明るく正しく真面目にね、晴れやかな気持ちで、ね、お天道様に対して恥ずかしくない行動立ち振る舞い、言動というものを心がけて、ね、いるのと、ね、その代わり出世しないかもしれません。どちらがあなたにとって心地がいいかということですよね。はい、心地いい方選択してみてはいかがでしょうか、ね、あなたにとって心地いい方というものを選択して生きていく、ね、その会社の中で結果的にその心地いいやり方で出世しないってなったらですね、じゃあ次のことを考える、あるいは自分が心地いいままね、その不正なっていうか不公平な理不尽な人事も受け入れて晴れ晴れとした気持ちでいつもその職場で与えられた職場で働き続けるか、ね、それもいいし転職してもいいし起業してもいいし、常に明るく晴れやかな気持ちで働ける環境っていうものを自分で作っていったらいいのではないかというふうに私は思っています。はい、まあ、そんな簡単じゃないよっていうふうにね思われるかもしれませんが、嫌な気持ちでね働き続けるっていうことがいかに自分の人生にとってマイナスにしかならないかということをよく覚えていただきたいと思います。はい、
大変な道でもですね、自分にとって心地いい晴れやかな気持ちで働くことができる、そういう環境の中で、毎日過ごしてみたいっていうふうには、過ごしてみたいっていうふうに、思うと思うんです。ですから、ぜひですね、自分にとって気持ちのいい心地のいい環境っていうもので、仕事をしていただきたい、このように思っております。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。